was totally rigged!Yar, who touched me bird?Thank you for depositing 5 coins. それで、鳥を撃ったか、それとも捕まえようとしただろうか。笑いカワセミの服を着た、笑いカワセミの隣に座った私は何をしたのか。私は何をしたのか全く覚えていない。それは傘とゴムのズボンと何か関係があったようだが、私はその夜、結構な笑いカワセミの支柱を楽しんだことを覚えている。池に浮かぶことが素晴らしい瞑想法であることを発見した。問題は厄介な学校の子供たちだ。奴らは水中に潜って私を引っ張ったり、蛇を池の中に投げたり、蛇のようなものを投げたり、怒っていた。奴らは大きなカゴにあらゆる蛇を集めて、解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも
私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか？誰かいないか？私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。私にはキャラクター開発の余地がなく、私の隠れ家という名は少し物を追加するためにできることのほんの一部だ。だから私は一緒に行った。怒りの道場、それは私にはとても恐ろしく聞こえる。しかし私は何を知っている？私は池に浮かぶのが